イト朝やの飲みたくないと。この番組はホワイト朝やがお酒を飲みながら30分間自由に喋る番組、ハッピーホワイトデイ。え、今日ホワイトデーだったの？そう、ホワイトデーだったらしいよ。ホワイトデーだったのかい、今日。ちょっともう、ごめん。そうらしいよ。マイク、俺のがすげえ遠すぎた。ごめん。ことで、はい、まあ、でも俺、もらってないから。俺ももらってないから。うん、あの会社のおばちゃんたちにはもうあの2個ぐらい、うん、あのちっちゃいあのサシャもらったから。ああ、言ってたね。そう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 、うん、だからあの大きなチョコあげたみたいな。皆さんでっつって。ああいうの返さないとうるせえから。本当にこれ皆さんで、ね、皆さんでもううるさいんで本当にね。ああ、ホワイトデーってさ何返してるか分かんないよね。なんか昔はね、うん、飴とかさ、そう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 、なんかなんか一時期さ、なんかマシュマロ、あーあれね、うん、出たよね、うん、あれだって渡す前に手ベタベタになっちゃうね。あれそうだよね、あれ。うん、いやなんかでも最近さ3倍返し言うて、あー、うん、はいはいはい、ね、3倍返したみたいな感じ。半沢さん。そう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 、あの勇気を出してやってみたんです。まあまあ、うん、まあまあまあ、とりあえず飲み足りないとね。乾杯しましょう。はい、じゃあハイボールで乾杯。はい、乾杯。だね。いやさ、さっき帰ってきたからさ、マジでさ、喉が入っちゃってしょうがないんだよ、本当に。ね、そのくせ明日6時だよ、バカ野郎、本当に。もうさ、早めに帰ってきて、本当は相席を取ろうと思ってたんです、僕の分。取る暇なくなっちゃったからさ、もう。で、ちょっと先に取ってますけど、今回は。ね。ね。そういうこともあるんです。はい、もう本当にすごい面白いのを撮ろうと思っていたのに、うん、もう明日には撮れない、もう忘れちゃってるから撮れない。ああ、うわ、うん、なんか逃げたな今。俺何で撮ろうかって言ってたかなって、俺毎回なんかこれで撮ろうこれで撮ろうみたいなことをさ言うからさ、うん、なんか分かんなくて。明日ってか、まあ今日ね月曜日なんだけど、明日上がる分が、マスダ君の分で、はい、で俺最後の方にね、なんかね、馬だったら俺巻き馬王でやろうみたいな。そうだよ。そうそう、まあ巻き馬王でこのスクオリティでやるんかいみたいなこと言ってた。言ってた。マスオさんとあんま変わんないって言ってた。そう、変わんない変わんない変わんない。いやうわーって一緒だもん、だって一緒だよ。巻き場をやるね。これ以上喋れないんだっちゅう。だからなんか、うん、だから、うん、俺のゴルシと巻き場をで対談会を一回やろうって言って。あ、そっか、じゃあね、うん、そうだね、じゃあ相席は違うね、じゃあね、違うね。あ、よかったよかった。だから相席でもいいんだよ。うん、だからさ、2人でさ、うん、撮ってさ、あ、そしたらほら、うん、短くなるじゃん、1人の尺が。確かに、そうかそうか。じゃあそれで1回、うん、このね、一回やってみたいね。あの本家さんもほら、2人行ってたりするじゃん。うん、ああ、そうだね。いや、今のところね、特に何も思いついていないので、もう、うん、撮り始めりゃなんか出てくっかなっていう、まあ、いつものパターンなんですけど。そうなんだよ。相席ってそうなんだよ。そうそう。撮り始めないと何も出てこないからさ、ほんと。そう。ボタンを押して、録音ボタンを押してからが勝負だから。そうなのよ。ほんと、考えてたやつ入れないっていうのがすごく多い。ほんとに。もう。
あれ魔物が住んでるよ、あれ本当ね、うん、もう皆さんも一回やってみてください、本当ね、録音ボタンをポンと押したら、うん、見たこともない違う人格出てきますから、ね、本当もうマジで本当もうわけわかんないから、もうさっき見たちょっとした再現ドラマの人のモノマネやろうとしてやめたりなんかしてそうマジでやばい。もう最近あれだもん、なんか変なドキュメンタリーとかさ、なんか変ななんかあのそうだそうスカット系のドラマばっか見てるから、そんなばっかよマイさんのおかげで白崎仁久々に見たわちょっと7でね、そう、見たりディレクターをやったんだけどさ、なんだこれやったんって YouTube のなんか白崎仁そう最近あいつはあれよ、もうテレビショッピングにしか出とらんから、あいつはもういやでもあれすごくない？だって普通さ、火葬場のね、お友達のね、肺を舐めたっていうね、ああそうなんですかって言うと思ったら、入った味するんすかみたいなこと言うんだぜおバカじゃないのって思って、そこかよそうそう、だからね、あれ会社だったんだけど、やっちった、うん、あれだから気になって休み中にいや忘れる前にやろうと思って、うん、あびっくりしたもう本当いい意味でデリカシーがないもんだから、あの人本当に三谷さん、うん、白崎仁もすごかったよ、お台本が、まあこのっぽいだけですよ、あのそうこのっぽいだけカルシウムですからそうそうすごいね、慣れてんだね、やっぱし友人をカルシウムにしよったからもう、うん、まあ修羅場をくぐり抜けてきてるから、そういうそっか、そういうのには慣れてんじゃねなんかわかんないけどすっげーだし、白崎仁と何年ぶりに見たかなぐらいよ、本当に本当よ、いつの間なんかいつの間にか CD デビューをしていたっていう、してたな、うん、なんかなブルドッグとか言うたら確かやってたやつニッチもサッチもどうにもブルドッグとか、ああそうだったそうだった、あれをすげえ気取った感じでやってて俺は 笑っちゃって、飲みたくないのでもさ、ほんほんほん、うん、あれなんだね、今胃肺とかさ骨とかって緩いんだね、きっとあれ見て思い出したけどさ、元 S マップの N 会さんもさ、うん、J 事務所退所会見の時にさ、J さんの骨を持ってきてたじゃん。あ、ジャニーさんの骨をね。あ、言うた。あ、言うでしょ。中井さんがジャニーさんの骨を。そう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 。滝沢に頼んで。そう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 。パクってきてもらいましたけど。骨って隠れんだと思って。まあいいのかな、わかんないけど確か、どうなんだ、でもなんかでも分骨ってのがあるらしいから、なんか、ね、まあまあ仲ないのかな、わかんないけど、いやなんだっけ、 S マップのもういいですよ、スマップではい、N 会さんが ティッキーに頼んでティッキーじゃねえか、タッキーなんだそのなんかディズニー映画に出てきそうな名前、ティッキーあ、僕ティッキーだよミッキーのおじなんだ絶対ソフトモヒカンやろ、そのキャラクターそう建設業で、建設業だよ、建設業、うん、玉掛けの資格持ってますとかね飲みたくないの
まあいいや、ティッキーが、あの、だからティッキーじゃねえ、ティッキーはいい、ティッキーはいいんだよ、タッキーが、なんだっけ、そう骨パクるっていう。パクるっていうか、まあ、持ってきてくれたんだろうけど。まあ、だって、中井さんが言ってたんだよ。うん、なんか。滝沢にパクってきてもらいましたって。まあまあ、シャレやがな、シャレやがな、シャレやがな。シャレやがな、きっとシャレやがな。うん、で、中井、そんなことしたんか、お前は。何をパクらせてんの？滝沢にパクってきてもらいました。何をパクら、絶対あかんだ、お前、それ、あれよ、下行きや、下行きや。あかんだよ。いや、知らんけど。いや、喉仏の方になったかな、確か。あ、そうなの、そうなの。まあ、急に巣に戻っちゃった。ちょっと、ちょっとお待ちを、ちょっとお待ちを。あの、ポロリン。すいません、あの、収録中だというのに、マナーにするの忘れてました、ごめんなさい。失礼いたしました。ボロリもあるよ。ポロリもあるよ。あ、じゃあそうしますって、今回のサブタイトル、ポロリがあるよって。いや。ポロリ。水着大会じゃないんだから。もう、芸能人、芸能人水泳大会だっけ、なんか、もう。なんかそんなんだよね。アイドル、芸能人、水泳大会。なんか、あの、昔、俺、がもう最後に見たのってもう2000年ぐらいだったんだけど、あれが多分最後だったと思うんだけどさ、ほとんどモノマネ出てる人だった、あれ、あの2000年ぐらいにやってたんだ。そう、2000年か99年ぐらいだけど、あれ、あ、でも2000年っつってももう22年前だもん、ね、そうだよね、あれだ、フジテレビのモノマネのスタッフが作ってるからさ、あの、ほとんどモノマネに出てる人、岡本夏樹とか出たんだって。ああ、岡本夏樹がもうね、若いアイドルをバンバン頭殴ってさ、もう騎馬戦で、だから干されたんだな。そう、怖いの、あたし誰だ、たまってんなみたいな感じで、すっげえ怖かった。アジャコングが怖がってたんだから、ね、私の撮るのね、私の撮るのね、アジャさんね、つってジャコングは、ジャコングはだって、ね、うん、エリカちゃんだから、そのエリカって言ってた、エリカって。いや、全く何の話か分からなくなってきた。というわけで今回もあのガチャあるんです。あ、今回のね、あのトークテーマあるんですけど、うん、あのいつものサイトと違うの、お、トークあれじゃないんだ。そう、トークガチャがいっぱいあって、なんかランダムで出てくるのがいっぱいあるんだけど、テーマがね、20何個あるんですよ。25個ぐらいあるんですよ。25個ぐらい。うん、はあ、だからまあ一応20の中の、あの、どれか一つ数字を言ってください。じゃあ僕は7月生まれだから7。7。5、6、7。全くわかりませんけども、ボカロ名曲ガチャになっちゃうんですけど、ボカロ俺3曲ぐらいしか知らない。ボカロちょっと接点ねえな。ちょっと違うのにしませんかこれ。モエさんの誕生月の8。8じゃあ。あ、じゃあもう、いきますよ、じゃあこれで、ファミコン名作ガチャ。狙ったみたいになっちゃった。まあまあまあ、ちょっと一応やってみる、じゃあ、うん。これタイトルが出てくるのかな。じゃあ、いってみまーす。あ、止まった。ER カンフー。やったカムで、あの対戦のあのパパーパパーそうそうそうパパーみたいな、そう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 あれね、ジャンプしたら空中風が異様に長いやつね。そうまああれはカンフーだから、多分あのワイヤーアクション的な動きにしてあるのかな、なんていう、分かんないけど、分かんないけどそんな感じがしたけどね。うっすらと覚えてるけど、なんかハゲてデブのキャラが俺嫌いだったんだな。ああ、なんか
か目が線みたいな感じ、あの魔人ブーにちょっと近いなんか感じ、そう肌上半身裸で、そう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 、あれがなんかね、あの蹴ってる蹴りとか出してくるんだけどあの絶対そこに足ねえじゃんってところで当たってることなんだよね、当たってんだよ ね俺食らってんだよ、通気砲出てんのかお前だからあれだよ、見えすげえ見えない動きで、あの、うん、本当は15発ぐらい出してて、その風圧じゃね、多分分かんないけど、分かんないけど、そんなハードゲイ方式だな、聞こえないけど、スペック的にあの聞こえないけど、フォーって多分言ってると思う、たぶんね、フォーって、オッケーって言ってるんだよ、多分もう当時からいたのか、あいつは。うん、まあまあまあ、あれが元になったのかなっていう、本当にこういうもう嘘800を ね並べます、ね、すいませんね、なんとか広げようと思ってるんですけどもね、これ本当 ER カンフーは あれってファン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 は違うか、あ違うな、音楽全然覚えてない、あれあれだろ、 ER カンフーとね、うん、スパルタン X かなんかこっちゃになるんだよ。スパルタン X はあのデレレデ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 レみたいな。ああそっちか、うん、スパルタン X。あのナイフとか飛んで、あのさ、なんか敵、そう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 、敵が手上げてこうわーっと襲ってくるやつ。そう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 。そう、あれなんかジャッキー・チェンの映画のタイトルなんだけど全然中身関係ない。タイトルだけつけとけみたいな。そうそう、全く関係ないらしいよあれ本当に。もう火吹くやつなんかも出てこないからあれ本当に映画見たことあるけど。ER カンフーは、でもあなんか鎖鎌のやつとかいたっけ、なんか痛い気がする。あとはクリアをしたけども、特に嬉しくなかったような覚えがあるような気が。なんかやたら、だから、うん、やたら、あ、なんていうの、うん、なんていうんだろうね、うん、本当に一つの作業をこなしていくゲームだから、うん、そう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 で覚えてるのパッパパーパパーパパーのアチョー、多分アチョーって言ってんだろうなっていう、アチョーかパパパパパパ、これぐらいですね、それぐらいですね、そうで多分主人公が履いているズボン的なのがピンクです、はい、そうだった、ああピンク、それぐらいですね、それぐらいです、これはもう一個いくか、あのテーマ変えるかどっちにしましょうかね。ファミコンガチャもう一回行こう。もう一回行きましょうか。じゃあ行きまーす。これはやったことあるかな、これ。ね、あれ出てこない。あれなんで止まったんだ。これか。あれちょっと待って。今止まってなかった。ごめん。止まってね。なんで止まんない。ごめんごめん。これはやったことないんだけど、うん、わかるかな、サラマンダ、あ、サラマンダか、サラマンダ、サラマンダってね、確かね、うん、グラディウス的なゲームだ、確か、ああ、グラディウスはやった、グラディウス2を作ろうと思ったんだけども、なんかマシンの性能的に無理だから名前変えました的なやつだと思います、それくらいです泣きのもう一丁いこう、泣きのもう一回いきましょうかやったけど覚えてないね、うん、これはやったけど、ポートピア連続殺人事件っていう、これはもうあれですよ、もうネタバレもクソもない、もう犯人はヤスです犯人はヤス、ね、ズンのヤスみたいな感じね、本当ね、殺人事件系とか、これさ、で一番最初に出たんだよね、これ確かね、ああそっか、確かに ドラクエの人が作ったやつで、タイトル画面も何もないんだよ確か、あれあの
最初のヤスが映った画面で、うん、ポートピヒア連続殺人事件ピカーンみたいな感じ でそのままゲーム画面だもん確かすっげえ、まだこれセーブがねえもん、しかもセーブもパスワードもないから、もうずっとやんなきゃいけない。だから確か一回やめたらまた1からなんだ。1から多分確か俺もやったけど覚えてないな、まだ。これトップゲームだな。30年ぐらい前じゃないの。いやもっとだな、多分80年代じゃないこれ、うん、だろうねだよね。俺も覚えてないぐらいだもん、あんまり、うん、持ってるけどまだあるけど、うち、うん、ファミコンが旧ファミだから繋がんないんだよ、旧ファミコンだから。あ、赤と白の、そうあの RF 出力のあれがないものだからさ、あの、うんうん、アンテナのとこにさせて、あれアンテナのとこにさせて、そう、あれがないんだよ、あれが壊れちゃった、あれがあれ大変なんだよ、子供がやるの。あれなんかローみたいなとこ溶かしてさ、こうなんかそう削ってね、そう防線出して、そうあれはどうやってこうやってあれっつって中で切れちゃってるのかみたいな、そうね、テレビの裏のネジみたいな回して引っ掛けてね、そうあったやったねえ、うん、そう、あのちょっと話全然変わんないけどさ、あのファミコン世代とかスーファミ世代とかってまださ、うん、セーブが消えるっていう現象あったじゃない。あったあった、うん、カセットに衝撃与えたりしたらすぐ消えちゃうのね。平成後期生まれぐらいの人、セーブが消えるってなんすかってなんか言ってきてこないで、だろうな、マジだろうなってぐらいの、でで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 、はい、で聞いたことない、知らねえんだそう、セーブが消えるっていう現象がない、冒険の書はもう消えないんだ、消えないねえ。まあまあ64の時あったけど、まだ、うん、まあ、カセットだからね、うん、でも64別に RPG ねえし、 あることあるけど、うん、あ別にコントローラーパックとかあったし、うん、そうだね、そういや、この間本当にさ、ゲーム、昔のゲームとか好きなんですよ、うん、みたいな人とちょっと喋ったんですよ、うん、で、セーブとか消えた時さ、あのデー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 、なんすかそれあ、あれ定番ネタじゃん、あれごめんねって言ってずっと黙っちゃった、なんか寂しいね、なんかスーンってなっちゃったスーンってなってよ、俺その後からあジェネレーションがギャップしている、ジェネレーションがいやちょっとしんどかったね、あの時はねそっか、いやでもなんかポートピア、でも逆に考えたら、うん、俺貴重な経験したよ、俺たちは。そうだよね、そうだよね、うん、そうだよね、うん、その変わり目を生きてきたんだ。そうだよ、そうだよ、もう初めてもうゲームから声出た時なんかもうびっくりしたもん、びっくりしたもんねえ、まあ、あのあったけどね、なんかあの「燃えろプロ野球」とかで「アウト!」みたいな、ああいうのあったけどあれぐらいあったけど、 なんかプレステとかで喋るやつ、そう普通に喋る、うわっつって。でも一番最初にやった喋るゲームが俺「ときめきメモリアル」っていうさなんだこいつらって感じだったけどな全員にご機嫌伺いつつ、え、何、え、全員と仲良くしてたら、え、主人公のやつがすげえ機嫌悪くなんだこれっつっていや、もう意味わかんねえこれっつってさ、マジで決めながらやってたよね、貸してもらってすごいよな、ファミコンはほとんど喋んなかったけど、うん、スーファミになってからさ、うん、喋ってたね、喋ってたよね、あの実況とかあったもんね、実況パワープロ、実況パワープロ、うん、なんかそれの前のなんだっけ、あのサッカーのやつでプライムホールだったかなんか忘れたけど、なんか無理やりちょっとだけ実況入れたやつで実況って大きく書いちゃったもんだから、俺期待して買ったら全然喋んねえもう全然喋んねえ、あれびっくりした俺も
実況しろってことですね。あ、そっか、そういうこと？そういうこと？やりながら。プレイしながら実況しなさいってことじゃない。北園シュートみたいな感じの言えばいいよ。そうそう。でも実況もさ、パワープロはまあすごかったけど、あの うん、パワーリーグとかいうやつでさ、どっかのアナウンサーが実況起用されましたみたいなって CM とかまでやって、俺買ったのよ、それ。で、確かに実況するんだけど、なんかやっぱり、コナミさんはすごいのだなと思ったんだけど、ごめんす、差し入れ、おやすよみたいな感じの、なんか。コナミさんね。もう、コナミさんはちゃんと言うじゃん。あの、ごめん、差し入れ終わりましたみたいな感じで普通に言うじゃん。うん。ごめんす、差し入れ、おやすよみたいな感じで。せっかくアナウンサー起用してんのに、なんか発音が悪い。もったいね。もったいね、使い方だよ。もったいねえのよ。もう、今、だって画面綺麗なのに、もうその実況で台無しっていう。うん、パワーリーグ3だったかな、忘れたけど。うん、そんなのあったな。あとね、まあ、スーファミだとあれだよ。テイルズ・オブ・ファンタジアってやつで。ああ、テイルズな。歌流れん、スーファミで。流れた、流れた。いや、でもさ、マヒルの空の星が、みたいな、なんか、これぐらいで、マヒルの空の星が、みたいな、これのぐらいの。でもそれでもすごいよ、すごかった、当時は。うん、感動だった。ね、歌流れ、え、歌マジでゲームか、歌すっげえっつって1万何千だったけどさ、買ったもん。いや、俺早く働いたからさ、買えたんだよね。そうだ、昔のゲームってカセット高かったよね。たっけ、9800円。9800円、当たり前だもんね。普通だよ、廉価版っつってさ7000円だったもん、確か。そう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 、なんか鬼太郎かなんかの忘れてたけど、確かそんなだった気がするけど。いや、でも今考えたら高いよね。高い高い。俺なんであんなに買ってたんだろう、意味わかんねえな、本当に。もうそのうち、まあ中古屋さんでしか買わなくなるんですけどね。そう。もう給料日なんかさ、現金でもらえてたからさ、給料袋持ってさ、ファミーズっていう中古屋さん行くのよ。でも、みんなが悩んで1本買ってる中、俺は中古ソフトをバンバン重ねてさ、これだけちょうだいっつって4万円でした。バカみたいな買い方してる。やってた。まあ親とかもまだ元気だったし、まあ月に3万ぐらい入れりゃさ、あと使ってよかったから、もうそんなもうバカみたいな使い方してさ、もうみんなが、なんで買えんの、なんでそんなに買えんの、僕は働いているからだよっつって、なんかでもちょっと優越感したってね。一瞬だけどね、そんな優越感だよ、ほんとね。もう絶対その中に一本はクソゲーあるから。ある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 。もうクソつまんねえの何個買ったよ。松村邦洋伝とか、もうクソつまんなかったよ。松村さんが実写の顔はめ込みの気持ち悪いやつ、なんか戦うの。あったね、戦うの。あったあったら覚えてるわ。ピロ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 みたいな、ベベベベってやつ。俺やったことないけどな、動画がなんか写真かなんか見たことあるな、それ。俺持ってた、なんかなんで買ったんだろう、俺も。松村さんが好きやからやろ。なんかね、面白いんだろうなって思ったの。面白いそうなんだけども、なんだこれっつって、なんだこれみたいな、なんだこれっつって言いながらやってたね。なんか結局クリアしたけど。結局やった。結局ファミコンの話の方が盛り上がる。ね、なんでしょうね。スーファミまで行っちゃった。スーファミまで行っちゃった。これさ、スーファミのあのカテゴリーがあったけど、それはできなかったな。あ、できなくなっちゃった。お時間です。毎週火曜日20時何かしら配信されるんで聞いてください。お送りしたのはモアイと。
またやりたちょっとオーバーしちゃった。またねー。あ、だめだ、喋りすぎた。